板橋区にある赤塚ため池公園では恒例の梅祭りが行われ、オーストラリア出身の古武道家が手裏剣術を披露するなど、さまざまなイベントが行われました。およそ200本の梅が満開となった今年の赤塚梅祭り、中でも戦国時代の赤塚城跡を舞台に披露される古武道は一番人気で、オーストラリア出身のカバズ・バーバー・デビットさんが手裏剣術を披露しました。デビットさんは来日12年目で、日本の伝統武術に興味を持ち、3年前に地元板橋区高島平に本部を置く根岸流手裏剣術の門を叩きました。手裏剣は、簡単そうですね。でも結構難しいですね。 Fighting other people and I'm stronger, I'm better、 これはあまり好きじゃないですね。そう、自分の My personal challenge、 My personal discovery、 また会場では鉄砲隊による迫力ある演舞も行われ、日本の伝統文化を味わうひとときとなりました。